この件につきましては、これ、尖閣のその守りというものを手薄にするために、あえてこちら、陽動作戦のように、えー、漁船がこう集まってんじゃないかという噂についてどうですか ?100% 間違えてます。 違いますか完全に違います。そういう見方をすると、戦略間違える。これは儲かるから来てるんです。それ以上のそれ以下でもない。儲かるから。ですから逆に大変なの。もし、尖閣問題と絡めて中国に司令塔があってやってるならば、尖閣問題で手打ちをすれば終わるんです、この問題。関係ない。金儲けて来てるんだったら終わらない。うそうするとどうすればいいかっていうと、どうして日本の新聞解決策を書かないか簡単な解決策があるんですよ。ロシアに学ぶんです。 ロシアにも、ね、ロシアは密漏じゃない時も何癖つけてよくあるんですけどね。漁船打捕するでしょ。はい、うん。それまずあの、あの、その時に船長と漁労長逮捕。うん、それから船体没収なんです。うん、それで船体没収して、この、船長漁労長の裁判をやって、その保釈金は安いんですよ。うん、ところが、船没収するでしょ。うん 乗った船で入りたいんだったら2億円を収めろと。うん、その収めたら確認されたら船で帰ってもいいけど、そうじゃなきゃ強制送還だなと。うん、こういうことしょっちゅうやるの。うん、それで取られちゃった船って、うん 結構、稚内とかあるでしょ稚内って、あの、びっくりしたのは、何隻もバーッと並んでるんですよ、白い船が。ロシア船が。ロシア船が。で、よーく見てみると、佐藤丸とか伊藤丸って書いてあるのを、白いペンキで塗って、<laughs> ってその上にロシアの船体番号書いてあるんですけど、はい、うっすらと佐藤丸、伊藤丸が見えるんですよ。<う>あ、これ、だほされて、没収された船かっていう。北方領土に行くと、船をそのままお金あげて家になってるんです。<laughs> 住宅として使ってるんです。<laughs> でも、いずれにせよ。船打歩されて買い戻せと。あるいはそのまま持ってかれるんじゃ商売になんないでしょ。ハイリスクにしとかないといけないんです。こういう危険なンゴなんかをやる。それで打歩するようになれば、これ来なくなります。 うん、商売なんで。ない一部でこれも漁業法で取るしまるんじゃなくても、例えば領海警備法とかっていうのを整備して。ちゃんとやった方がいいんじゃないかって声もあるんですかどすか。そっちのやり方もあるんです。私はね。あくまでも漁業法で資源の関係で、うん、要するに領海整備法にすると。十二海里以内しかできないですし、うん、接続回域の二十四海里。うん、あるいは十二海里に一回入ったものを追いかけていくとか、うん、そういうやり方になりますからね。うん、それよりも二百海里の排他的経済水域権全部にかかるような漁業関係の。 法律のところで今のところでも条文の読み方を少し変えることによってですね厳しく厳しくできますからできるだけ厳しく徹底的にやってですねこれは打法して2億で買い戻せとそうじゃなければこの船はいただくっていうこういうやり方であれば日本人も本気になってきたとそんなリスクを負んだったらやらないとこうなってきますね あの前、尖閣の時に佐藤さんに教えてもらった、要するに排他的経済水域、そして領海、いずれにしてもそこをこう通過することは自由なんだけども、いい網を下ろしたらダメですそれは経済行為につながるんで、うん、排他的経済水域の中で漁をするは経済行為だ、ここはもう絶対、罰の対象にはなるうそうです、そうです、そういうことです。ですから、現行の国際法、国内法のところで、ちょいちょいと工夫すればできるわけで。うん 外務省が弱腰になってると、こういったことできないんですけどね。ここは厳しくやってほがいと思います。それ、二三席打破したらいいですよ。悪いことをした犯罪に使ったものはですよ。没収されるんですから。お金だって物だって、日本国内でそうでしょ。それだから、これ犯罪やってるわけですから。これやはり捕まえて船体没収、船長逮捕、漁労長逮捕。きちんとそれやるべきだと思いますね。